鎌倉方面に進んでいきたいと思います。早速行ってみましょう。はい、というわけで、ちょっと進んだんですけども、湘南エリアまで、残り十数キロといった感じなんですけども、走ってる途中に途中で足がちょっとピキってなってきてあ、これさすがに足がダメになってるのと釣りかけてるなっていうのがあって、足つっちゃったらね、ちょっと元も子もないんで、さすがに休憩を取ろうといった感じで計測を済ませたいと思います。緊急措置としてビタミンゼリーと、あとなんか安く売ってたメンチカツなんですけども、はい、とりあえずねこれで1回はしのぎたいと思います。で、現在時間がですね4時56分となっております。もうすぐ5時って感じですね。え、もう5時なのみたいな感じなんですけど今日全然走ってない気がするけど、現在ですね横須賀市の西海岸の方にいます。で、今日走った距離なんですけども 155.7 キロということで、ついに150キロを過ぎました数字だけ見ると結構走ってるな。時間がですね、千葉駅を朝7時に出発しましたので、今5時ということで、だいたい10時間が経過しようとしております。はい、もうそんな声でんですねまあちょいちょい休憩入れながらっていう感じなんですけども、あとペースゆっくりっていうね平均15キロとかだな、単純計算すると。なんでね、ちょっと足の状態も不安なんで一回休憩したいと思います。鎌倉市突入。はい、というわけで、こちら江ノ島ですというわけでね、鎌倉市に入りまして、またまただいぶ進みまして、江ノ島の目の前まで来ました。いやー、長いっていうか、自分もねまだ走ってんのかいっていう感じなんですけどもこっからね、もう江ノ島あたりに入ったら湘南という二文字がねもう感じられんだろうっていう感じなんですけども、実際今夕方くらいなんですけども、夕方はちょっと薄暗いにもかかわらず浜の方にね、人が座っていて海を眺めていたみたいなことがあったんでね、やっぱ湘南の人は違いますね海を見るっていうのがね、星空を見るより綺麗なんじゃないかみたいな感じだと思うんですけど、距離なんですけども、174.9キロとなりました。あと 0.1 キロで175キロっていう感じですけど、時間が現在18時20分となっています。はい、もう6時半ですね。僕の憶測だとだいたい7時くらいにもう真っ暗になるんじゃないかなっていった感じなんで、あと30分40分くらいしたらねもう真っ暗になるだろうっていう憶測なんですけども、今回はもうどこに泊まるかっていう感じなんですけども、今日は小田原まで進もうかなと考えてます。なんでね、小田原まであとね30キロ40キロくらいかな、相模湾を左手に見ながら、走るといった感じなんですけども、で行ってみたいと思います。というわけで、天気がねちょっと怪しいんですけども、今晩はギリ大丈夫かな、明日の朝がちょっと微妙なんですけどね。はい、ではね行ってみたいと思います。はい、というわけで湘南大橋いやー長いよ本当に。江ノ島を過ぎてからは本当に湘南弾丸道路を一本でずっと行くっていった感じなんで、まあ割かし走りやすかったなとは思いますね。まあ割とスムーズには来れたなと思いました。で、天気がね若干ちょっと怪しい感じで、江ノ島の撮影終わった後にねすぐダダダーっと来て、でも一瞬で収まったんですけど、こういう雨がね続いちゃうとちょっと自転車には向いてないなーっていう感じなんですけどね、ここら辺の道は全然
雨宿りする場所もないですからね。で、距離が185キロを経過しました。そして走行時間が12時間を過ぎたということで、いやー、ついに半日を超えました。現在時間も7時4分ということで、朝出発した千葉駅がね7時だったんで、12時間が経過しました。長すぎる。小田原まではね20キロ30キロくらいかなといった感じなんで、頑張っていきたいと思います。ではね、続き行ってみましょう。これが深夜の相模湾です。真っ暗すぎる。暗。はい、というわけで、鴨宮駅の方に到着いたしました。いや、長すぎる。そして、奥側ですね。東京方面から参りました東海道本線、鴨宮の次、小田原ですね。小田原の方に向かって今出発しました。現在の時間が8時29分ということで、まあ、ほぼ8時半ですね。そして本日は平日ということもあるので、通勤帰りのお客様もね、ゾロゾロと階段を降りてロータリーに向かってきております。そして現在の距離なんですけども、 205.4 キロを走りました。ついに200キロを超えましたね。いやー、200キロ超えたか。午前7時から走り始めまして、現在時間が8時30分ということで、13時間半が経過いたしました。13時間半ってやばすぎないか。24時間テレビ半分終わったって感じですね。ちょっと何言ってるか分かんないけど。今からね、何をするかと申しますと、夕ご飯を食べたいと思います。やっと。で、1個マークしてるお店あるんで、そちらの方に向かっていきたいと思います。ではね、ご飯の方食べていきます。はい、というわけで、こちらのね、富士屋という、お食事屋さんにお邪魔させていただきました。いやー、美味しかった。今回頼んだのは親子丼を注文させていただきました。単品で来るかなと思ったんですけど、定食みたいな感じで味噌汁とおしんこもついてるよね。あれ、こんなにいただいちゃっていいんですかみたいな感じなんですけども、それで700円なんでね、結構安い方だと思いましたね。結構お腹減ってたんでね、おもりできますかみたいなこと言ったんですけど、さすがにお皿から溢れちゃうよって言われちゃってね、さすがにできませんでした。はい、というわけでね、今日はこれで終わりたいと思いますので、快活クラブに行って夜は明かしたいと思います。それではね、休みます。200キロ超え、お疲れ様でした。